ジャミル、遊ぼうぜ。今日こそはボードゲームでお前に勝ってやるからな。またかよカリム、何回やっても俺の勝ちに決まってる。俺別の遊びがしたいんだけど。こらジャミル、カリム様になんて口の利き方をするの。言って。カリム様、いつもうちのバカ息子と遊んでくださりありがとうございます。使用人にも分け隔てなく接してくださる優しさ、ご主人様のご教育の賜物ですわ。物心ついて最初の記憶はカリムやカリムの両親にペコペコと頭を下げる両親の姿。俺はその姿を見るのが大嫌いだった。いいかジャミル、勝負はいつでも2回勝って3回負けなさい。決してカリム様に勝ち越すんじゃない。お前が賢い子だってことはよくわかってる。お母さんたちの立場理解してくれるわね。わかったよ。カリムの親は俺の親よりずっと偉い。だからカリムも俺より偉い。だから勉強も運動も遊びも絶対にカリムを追い抜いてはいけない。俺はカリムに合わせて何でもできないふりをした。ジャミル、見ろよ、俺祭りのダンス大会で一等取ったんだ。やったー、今回のバンカラ5本勝負は3勝2敗で俺の勝ち。ジャミルが勉強に付き合ってくれた魔法師のテスト、俺75点取れたぜ。え、ジャミルは70点？そっか、元気出せよ。お前が俺に勝ってるんじゃない、俺がお前に勝ちを譲ってやってるんだ。能天気な顔しやがって、気づけ鈍感野郎。俺がスカラミア領長に、なんかよくわかんねえけど、どんと任せとけな。ジャミル、学園長、なぜカリムを領長に。魔法の実力もない、何よりまだ2年生です。俺たちはあいつのミスのフォローで手一杯な状態です。ナイトレイブンカレッジにおいて2年生で寮長になることは何ら不思議ではありませんよ。しかしバイパー君、教育を充実させるには何かとかかるんです。アジーム君のご実家からは多大なるご支援をいただいてましてね、私も承認せざるを得ない立場なんですよ。賢い君ならそれがどういうことか分かってくれますよね。大人は皆同じセリフを言う。君なら分かってくれるだろうって。なら誰が俺を分かってくれる。これからも助け合ってやっていこうな、ジャミル。やめろ。ジャミルだけは絶対に俺を裏切ったりしない。もうやめてくれ。カリム、お前がいるだけで俺はずっとお前に譲って生きていかなくちゃならない。俺だって一番になりたいのに。ジャミル、ジャミル、ここはよかった、なんとか正気を取り戻したようですね。お前しばらくあの化け物の夢見そうなんだぞ。ジャミル、ラッコちゃん、全然言葉喋れてねえじゃん。一発殴ってやると言っていたのもすっかり忘れていますね。生きててよかった、生きててよかった。お前はどうしてそう。俺
俺。お前がどんな気持ちで過ごしてきたか知らなかった。ずっと我慢させてたことも全然知らなくて。その結果がこの手ひどい裏切りですよ。そうだよ、海蛇くんは内心ずっとラッコちゃんのことバカにしながら生きてたんだよ。お前ら俺様より空気読まねえんだぞ。お前はひどいやつだ。だけどやっぱりずっと俺を助けてくれてたのもお前なんだ、カリム。だからもう今日からはやめよう。親の地位とか主従関係とかそういうことで遠慮するのは。は？今日からは遠慮なしで本気で一番を奪い合うライバルになろう。改めて対等な立場で友達になろう、ジャミル。対等な立場で友達に。ふん。お前らしい結論だな、カリム。なら対等な立場で言わせてほしい。絶対にお断りだ。え？考えなしで大雑把、間抜けで不器用、腸がつくほど能天気で傲慢、デリカシーゼロのボンボンが、そんなやつと誰が好き好んで友達になんかなるか。利害関係がないならお前とは1ミリたりとも関わり合いたくないね。なんか吹っ切れちまったのか、ズバズバきついこと言いまくりなんだぞ。いいじゃありませんか、僕は今のジャミルさんの方が好感が持てますよ。なんだニヤニヤして気持ち悪い。実は僕1年生の頃からずっとあなたのことが気になっていたんです。はあ？ジャミルさんは普段からあまりにも目立たなすぎて逆に浮いた生徒でしたから。あなたは座学の成績も実技の成績もこれといって優れた成績を残しません。同時にどの授業でも絶対にマイナス評価も残さない、全教科で10段階評価の5をわざと取り続けていた印象です。そんなこと自然にあり得るわけがない、ずっと何かがあるに違いないと思っていましたが、今回監督生さんたちから話を聞いてピンときたんです。なるほど、アズールだって魔法薬学の成績は学年トップレベルですが、飛行術の成績は下から数えた方が早いですもんね。あ、それもちょっと極端なんだぞ。先日ボードゲームマンカラをご一緒した際、予感は確信に変わりました。ジャミルさんはフロイドの機嫌を損ねない程度に勝敗をコントロールしていた。マジでそんなことできんの？わざと負けすぎても手抜きに気づかれますし、僕のように勝ちすぎても相手を不機嫌にさせてしまう、ちょうどいい塩梅で相手を勝たせていい気分にさせる、そんなこと波の技術と精神力でできることじゃありません。アズールは手加減なしに俺様をボコボコにしてたけどな。僕の予感は正しかった。ジャミルさんの本来の能力は実に素晴らしいものです。だろだろ、やっぱジャミルはすごいやつなんだよ。ジャミルさんはカリムさんより僕のようなタイプと気が合うと思いますよ。どうです、これを機にオクタビネルに転領して僕と手を組んで一旗あげてみませんか？絶対にお断りだ。大体何なんだお前は、いきなり出てきてベラベラと。うさんくさいんだよ。今後もお前とは永遠に友人になんかなりたくないね、アズール。おや、言われてしまいましたね。構いませんよ。今回は僕の秘密コレクションに新たな真実が一つ追加されたことで、よしとしましょう。別名、他人の弱点コレクションね。世界中に向けて明かされちまった秘密なんて、弱みでも何でもないだろ。もう今日からは遠慮しない、カリムにも、お前らにも、誰にも。二度と勝ちを譲ってやる気はないからな。ああ、俺も絶対に負けないぜ。
スンスン、スンスン、黒い石。この部屋から黒い石の匂いがするんだぞ。あった、あったぞ。これはスパイシーでありながら深いコクのあるまろやかなお味なんだぞ。もう食べ終わっちまった。もっともっと黒い石が食いてえんだぞ。よし、ジャミルの体調も回復したし、冬休みの課題も終わった。今日はみんなでホリデーの宴と行こうじゃないか。お前の宴好き、なんとかならないのか。まあまあ、いいじゃありませんか。賑やかなホリデーパーティーで嬉しい限りです。ラクダにはたっぷりご馳走と飲み物も積み込みましたし、オアシスで泳ぐために水着も持った。それじゃ、ゾウもクジャクもみんな連れてオアシスまでパレードだ。出発進行。なんだぞ。さあ、宴の準備は整った。みんな好きなだけ食って、歌って、踊って。今年の嫌なこと全部忘れちまおう。ほら、ジャミルもこっちで踊ろうぜ。俺はいいから。お二人ともお上手ですね。アズールも踊りを教えていただいては。やめてください。人魚にはハードルが高すぎます。俺も踊る。おーい、おーい、おーい。ん？砂漠の向こうから誰か走ってくるんだぞ。おい、監督生グリム、お前たち無事か。エースにデュース。何ここ、めっちゃ暑い。まだ使えよ。どうしたのじゃねえっつの。お前らこそどうしちゃったわけ。スカラビアに監禁されてるなんて。メッセージが届いたと思ったらメスもツアも通じなくなって。ああ、そういえばこいつらにも連絡しとけって言ったっけ。役に立たないとは思ってたけど、本当に全部解決してから来たんだぞ。はあ？こっちはな、扉が開いてないから魔法でワープできなくて、公共の交通機関乗り継いで学園まで戻ってきたんだからな。よくわからないが、この楽しげな様子を見る限り危機的状況ってわけじゃなさそうだ。なんだ？お前たちの友達か？あ、カニちゃんじゃん。遊びに来たの？カニ？ああ、フロイド先輩は同じバスケ部で、スカラビアのジャミル先輩も同じ部活なんだけど。おお、そうかそうか。ジャミルの友達なら俺の友達だな。おい、何度も言うが、俺はお前と友達になったつもりは。聞いてないな。とにかく、せっかく来たんだ。お前らもホリデーの宴に参加していけよ。こちらにピザやパスタもありますよ。お飲み物はどうされますか？ゲゲ！オクタビネルのやつら。お前たち、なんであいつらと一緒にいるんだ。お前らがいない間、俺様たち、そりゃもう大変な目にあったんだぞ。グリム様の武勇伝を聞かせてやるから、そこに座れ。なんだそりゃ。まあ、無事だったならいいけどさ。まったく、人騒がせな奴らだ。別に、実家にいてもゲームくらいしかやることなくて暇だったし。いつでもメッセージしてこいと言った手前、無視もできないからな。素直じゃねえ奴らなんだぞ。よし、それじゃあ宴の再開だ。ありったけの料理と音楽を今日は最高のホリデーにするぞ。おやれやれ。まったく
やっと寮に戻ってくれたんだぞ。おーい、二人とも。ゴーストのおっちゃんの顔もあの牢獄生活を思えばなんだか可愛く見えてくるんだぞ。ずっと帰ってこないからお前さんたちがあの世に行っちまったんじゃないかってみんなで心配してたんだぜ。無事だったんじゃな。よかったよかった。大食堂の暖炉の火の妖精たちの番はわしらがやっておいてやったぞ。そういえばすっかり忘れてたんだぞ。凍えるほど寒いホリデーはごめんだからね。そうそう、学園長からごちそうのプレゼントも届いとるぞい。にゃっはー、ごちそう。おいお前、早く見に行くんだぞ。おう、戻ったか。いかにも、わしはディアソムニアの副寮長リリア・バンルージじゃ。今日はお主に猿お方からのホリデーカードを届けに参った。今年のホリデーも誰からもパーティーに招かれず拗ねておったようだが、いずれお主が仲間とパーティーを開くことがあればあやつも招待してやってくれ。ではわしはこれで良きホリデーを。しないとごちそう全部食っちまうんだぞ。ほっほっほー、ハッピーホリデー。この滝は俺様のものなんだぞ。そこに誰かいるの？君は誰？なんだか不思議で素敵な響きだ。僕はミッキー、ミッキーマウス。僕また夢を見てるのかな。でも僕もう3回も同じ夢を見てる。生きたトランプも踊るミュージックボックスもいつも一緒なのに、君の声だけがだんだんはっきり聞こえてくる。もしかすると君は夢じゃない？君はどこにいるの？久々によく寝た気がするんだぞ。あ、お前昨日の夜寝ぼけて俺様の尻尾を踏んだだろ。ったく気をつけろってんだ。なんだ、びっくりした顔して変なやつなんだぞ。今日からまた暖炉の火の番をしに行くんだぞ。ついでにスカラビアに飯食いに行こうぜ。
おーっす監督生、明けましておめでとう。いつもの顔ぶれなのになんだか懐かしい気すらするな。休みの間俺様に会えなくて寂しかったんだろう。おいお前ら、ちょろちょろと道塞いでんじゃねえよ。あれジャック、なんか肌の黒さが増してね。そうか、休暇中はスキー三昧だったからかもしれねえな。へえ、実家は雪国なんだ。スキーってなんだ。俺様もやってみてんだぞ。こらグリム、足元でうろちょろするな。あ、どう、悪い、大丈夫か。泣いてる。先生、デュース君が他の寮の子泣かせてます。からかうなエース。泣くほど痛かったなんて本当にすまない。保健室に連れて行くから僕の肩に捕まって。もうこでらいね。え、こで、ああ、行っちゃった。あいつ俺と同じクラスのやつだ。確かポムフィオーレ寮のエペル・フェルミュ。ポムフィオーレのエペル。あの子逃げたわね。ルーク、いないの。ルーク、お呼びかな。ロワドポワゾン、あの子を捕まえてきて、今すぐに。ウィ、それが君のお望みなら。絶対に逃がさないわ。全ては世界で一番の美しさを手に入れるために。